ぎ。ここで2人の選手交代です。浦和レッズ2回目3人目の選手交代ということになります。牧野が西川と今抱き合って、そしてキャプテンマークを託されました。浦和での最後の戦いはキャプテンマークを巻いての戦いです。牧野、そして21番アタッカーの大久保が準備をしている浦和。浦和の選手の交代をご説明いたします。18番小泉佳乃選手に代わりまして、5番牧野智明選手が入ります。小泉に代わって牧野が入りました。そして関根に代わって大久保が入っています。関根の目には涙があります。新しい浦和レッズを背負っていかなければならない関根、託されたその思いがおそらくは強くこの涙に表れているはずです。1対0浦和リード。牧野が行きましたね。ファーストタッチですよね。直接狙ってきた。おお、壁の間をすり抜けていったか、あるいは変化をしていったか、当たって入るとかね、はい、ありましたよね。その牧野が入った最終ラインの並びを見ているとおなじみの牧野にとってのこのセレモニーを行ってピッチの中に入っていきました。コースが変わってというところでした。